アリーナはプロトンが製造販売していた自動車である。2002年に発売を開始。ウィラをベースに2人乗りとし、積載量を増加させるためにラダーフレーム構造が採用された。フロントサスペンションはウィラと共通のインディペンデントマクファーソンストラット式を採用するが、リアについてはトーションビームリーフスプリング式を採用する。エンジンは 三菱自動車工業の直列4気筒1.5リットル、サイチ C12 バルブ 4G15 型エンジンを搭載し、5速、マニュアルトランスミッションが組み合わせられる。イギリス、オーストラリア、南アフリカなどに輸出され、販売は国内市場よりも輸出市場の方が好調となっている。グレードはフリースタイルとスポートデック、ファストバックの3種が用意され、 ベースモデルのフリースタイルにはホイールキャップが装着されるほか金属製のスポーツバーガー、スポーツデッキにはカバードスポーツバーガー、最上級グレードのファストバックにはキャンパーシェルがそれぞれ装備される。ARENA、e、は英語で闘技場、活躍の舞台を意味する。イギリス及びオーストラリア市場においてはジャンバックの名称で販売されている。ありがとうございます。